ウィークリー声の架け橋。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、秋の香りです。さて、新型コロナウイルス感染症が今も世界中で流行しています。皆さんお一人お一人の意識がウイルスの感染拡大を防止する大きな力になります。どうか引き続き、密閉、密集、密接の3つの密を避ける、また症状がなくてもマスクを着用するなど、日頃から感染防止の意識を高めてお過ごしください。それでは今週もウィークリー声の架け橋をお楽しみください。今週は2018年からスタートした東京国際合唱コンクールから素敵な歌声をお届けします。お楽しみに。ウィークリー声の架け橋、この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします。改めまして、こんにちは、秋の香りです。今週は東京国際合唱コンクールから素敵な歌声をお届けします。このコンクールは中央区と東京国際合唱機構の共催で年に一度開催され、競い合うだけではなく、異文化を理解し敬い、そして人種、言語、宗教など全ての境界を超えて合唱を通じて人々が平和を分かち合う祭典です。2018年、そして2019年とこれまでに2回開催されていて、毎回世界各国から集まった合唱団が晴海地区でその素敵な歌声を披露してくれました。それでは早速その歌声をお聞きいただきましょう。最初にお届けするのは丸亀市立東中学校、丸亀市立南中学校合同合唱団の歌声です。こちらの合唱団は丸亀市立東中学校コーラス部および丸亀市立南中学校合唱部により2007年に結成されました。普段はそれぞれの学校で練習をし、週末長期休業中に合同練習にあたっており、各コンクールや合唱祭出場のほか、丸亀市冬のイルミネーション点灯式、丸亀市民会館閉館コンサートなどにも出演、また地域のミニコンサートや小学校への音楽会に招かれるなど、その活動を広げています。今回お届けする曲はゴリラのジジです。どうぞお聴きください。私
かがでしたか？次にお届けするのは企業南メイク文化館学院坊女子合唱団の歌声です。こちらの合唱団は2008年にあらゆる職業地位のシニア世代のメンバーから結成されました。長期間にわたる歌唱技術と音楽の知識の集中練習を経て、中国国内のみならず海外でもコンクールや演奏活動で感動的な歌声を称賛されています。過去10年間合唱団は国際コンクールだけでなく国内でも様々な賞を受賞しました。2008年カラフル貴州賞合唱コンクールで銅賞、2010年フフホ都市第1回フォーク祭で銀賞、2014年中国の韓国合唱芸術祭で金賞、2015年中国のタイ国際賞音楽と舞踏衣装コンクールでベストパフォーマンス賞、2016年第3回中国民謡合唱フェスティバルでは金賞を受賞しました。今回お届けする曲はビューティフルミースです。どうぞお聴きください。Thank you.
かがでしたか？次にお届けするのはジャズクワイアオブザステイツチルドレンフィルハーモニーの歌声です。こちらの合唱団はロシアで1988年に設立されました。ジャズやポピュラーミュージック、黒人霊歌、現代音楽、民謡の現代風アレンジの最も優れた作品が合唱団のレパートリーとなっています。長年にわたり合唱団は中国、スウェーデン、オーストリア、チェコ、フィンランド、イタリア、イギリスなどにおける演奏旅行やコンクールに参加しています。今回お届けする曲は蚤の唄です。どうぞその歌声をお楽しみください。いかがでしたか？今回お届けした曲はいずれも2018年の大会で披露された歌声で、丸亀市立東中学校、丸亀市立南中学校合同合唱団によるゴリラのジジ、紀陽南明区文化館学院坊女子合唱団によるビューティフルミース、そしてジャズクワイアオブザステイツチルドレンフィルハーモニーによる蚤の唄、以上の3曲でした。いつか会場で歌声を聞いてみたいですね。番組ではこれからも東京国際合唱コンクールから素敵な歌声をお届けしていきます。お楽しみに。